はい、どうも、ゴーヤンです。本日はですね、こちらの、モンタマ、ビックリマークついてますね。終了期間が近くなってくると、引き忘れないようにね、と、知らせてくれるすごい親切な、お知らせなんですけども、こちらの、ね、モンタマレベル4まで溜まっております。デドラビもアリスも持ってないので、出てくれたら嬉しいですけど、今んとこデトラビはそんなに土適性みたいなのが多分ないんで、アリス狙い。あとは、フリーズとかメルニルとか、まあ、爆絶的に、適正なキャラクターが出てくれたらいいかなというところで、モンタマガチャ、レベル4でいきたいと思います。あ、マジかよ。テキーラ姉さん。しかもラックさん。マジか。テキーラ姉さんですか。いや、いいんですよ。テキーラ強いですし、もしかしたらいずれ重心化来るかもしれないですし、結構お子さんのキャラなんでね。ただ、3体目なんですよね。カミカと、まあ、身がちょっとしょぼいですけど、カミカと、進化。それぞれ持ってて、3体目。いやー、マジか。もう重心が来ることを願うしかないですね、これに関しては。テキーラ3体、自陣で連れていくことはもうないですからね。いやー、まあ、しょうがないですね。気を取り直して、続きましては、こちらの、徳玉ガチャ、徳玉ガチャですね。こちらの方、回していきたいと思います。モグディガー、ベビーアーク、アンソニー D と。これらのキャラは出ると、まあ、身がついてるので、まあ出たらラッキーかなというところで、まあでもまずね、そもそも星56が基本的には出ないんで、だいたいね、星45のキャラが出るんで、あんまり期待はしないですけど、うん、まあそうですよね。しかもラック1、ナンバー39ということで、アンタレス、ゲットいたしました。まあね、ただで引けるガチャなんで、高望みはしたらダメですよね。ということで、今回、こちらの、モンタマと、トクダマはこんな感じでした。皆さんもね、引き忘れないようにね、していただけたらなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねボタンを、他の動画を見たいかな、見てあげてもいいかなと思っていただけましたら、チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。それでは。